2010年のアリーグ MVP、ジョシュ・ハミルトン。レンジャーズ初のリーグ優勝の原動力となった。この一覧は、メジャーリーグのアメリカンリーグ西地区に所属する、テキサス・レンジャーズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル。 受賞者を以下に示す。テキサス・レンジャーズは1961年のアメリカンリーグ拡張により、ワシントン・セネタースとして加盟。1972年、現在の本拠地アーリントンに移転し、テキサス・レンジャーズとなった。球団発足以来、長い間会に低迷していたが、ジョニー・オーツを監督に迎えて2年目の1996年。 球団創設36年目にして初の地区優勝を果たす。1998年と1999年も含めチームは計3度の地区優勝を果たしたが3度ともニューヨークヤンキースにディビジョンシリーズで敗れている。この間は通算でもわずか1勝しか挙げられなかった。2010年に4度目の地区優勝。 リーグチャンピオンシップシリーズではヤンキースに4勝2敗で勝利し50年目で初のリーグ優勝を果たした。翌2011年にもリーグ優勝をしているがワールドシリーズで2年続けて敗退、制覇はならなかった。判例、ありがとうございます。